1983年8月26日、鈴鹿 1000km レースにて、ピットゲートから、スターティンググリッドへ向かうスカイラインターボシートミカ。日産、スカイラインターボシーは、1983年、全日本耐久選手権、及び富士ロングディスタンスシリーズ3戦用に、ガレージルマンが開発した R30 スカイラインが、ベースのグループシーカーである。 1982年南アフリカキャラミ9時間耐久に参戦したスカイラインターボグレーン5がベースになっている。エンジンは日産の LZ20 バイト型を搭載している。1982年8月、スプリント用のスカイラインスーパーシルエットとは別に、日産の追い浜ワークス、ガレージルマン、東京 R&D の共同プロジェクトとして、 耐久レース用のスカイラインのグループ号制作。期待された WEC ジャパンへの参戦は、ならなかったが、11月6日に、南アフリカキャラミ9時間カテゴリー2に、元 F1 ドライバーのデビッド・ホブス、ハセミ・マサヒロ、ラリーレジェンドのトニー・ポンドのドライブにより参戦したが、アクシデントで、リタイアに終わる。翌1983年、前年までスプリントのスーパーシルエットシリーズに、 日産車で参戦していた星野レーシング、セントラル20、そしてハセミモータースポーツにエンジン供給、資金援助で、日産は耐久レースへの参入を依頼する。トムスで一括して、耐久レースに参戦したトヨタと異なり、日産は3チームそれぞれ独自のアプローチをした。ハセミモータースポーツは、前年南アフリカに遠征した、耐久仕様のスカイラインシルエットグループ5の車が、 すでに、チューブラーフレームのレーシングマシンであったため、本物の耐久プロトタイプの良いベースになると考え、グループ C 規定に合致する、要改造。ルーフを切り詰め車高を下げ、さらに幅広で、より長いボディスタイルにされ、車の全体的な形状は押し下げられ、ウィングも低く大型化されて、空力プロファイルは低下した。しかし、 グループ C 規定に合わせたとはいえ、元は市販車のスカイラインであるがゆえ、世界で唯一のフロントエンジンのグループ C カーとなった。熱処理に苦労しコックピットは灼熱だったという。ドライビングシューズのゴム手が溶け、車を降りてすぐ足を冷やす必要があった談話が残る。レースを完走できたことがなく、成績は伴わなかったが、迫力あるスタイルからポルシェに勝る人気を誇り、 ポスター類もよく売れたという。翌1984年より、ハセミモータースポーツも本格的なミッドシップのシーカー、LM04C、日産にマシンをチェンジすることとなる。なお、スカイラインターボシーの名前は、1984年の LM04C、1985年のマーチ 85G、日産にも受け継がれるが、両者とも市販のスカイラインとの関連性は、 一切ない純粋なグループシーカーである。6、5富士ロングディスタンスシリーズ RD、1富士 500km カーナンバーは11、FLDS クラス D。デビュー戦の、このレースではスタートで、トラストのポルシェ956をかわしトップに立ち、ヘアピンまでは順位をキープするも、コントロールラインに戻ってくるまでには首位を奪われ、ラップリーダーとは記録されなかった。ドライバーは、 長谷美雅さと平健二。四十43でクラッシュサスペンションアクシデントでリタイア724富士ロングディスタンスシリーズ RD2 富士 1000km カーナンバーは 11FLDS クラス D マイナートラブルで緊急ピットインしたポルシェに代わり主位に立ち国産グループシーカー初のラップリーダーとなる139周エンジンオーバーヒートトラブル リタイア。8、28全日本耐久選手権、RD、に鈴鹿 1000km カーナンバーは11、グレーン、C クラス。106周でリタイア。10、2全日本耐久選手権、RD、3、WECRD、6WEC、ジャパンカーナンバーは10、グレーン、C クラス。富士スピードウェイ。 世界スポーツカー選手権を兼ねるレースなので、ロースモンズポルシェ956や、ザウバー C7BMW が参戦。マツダ 717C、アルバ AR2、ローテック M1CBMW と2台の MCS 車など、会のグループ C ジュニアクラスも参加した。このレース以降、ハセミモータースポーツは、グループ5の面影が残る、未改造だった左右ドアに、 ボトルネックの前後オーバーフェンダーの隙間を埋めるために、目立つフィラーパネルを取り付けた。予選は16位。88周で、オイルリークに見舞われリタイヤ。11、27富士ロングディスタンスシリーズ RD、3富士500マイルカーナンバーは11。FLDS クラス D、29周エンジンオーバーヒートトラブル。リタイア。 別冊モーターマガジンスカイラインナンバー三長谷見ミインタビュー掲載レーシングスポーツカーズドットコムレーシングスポーツカーズドットコム w e c なのに、富士千キロメートルと書いてあるのが間違いレーシングスポーツカーズドットコムレーシングスポーツカーズドットコムレーシングスポーツカーズドットコム富士千キロメートルは、ご表記レーシングスポーツカーズドットコムレーシングスポーツカーズドットコム ありがとうございます。